脳幹は、中枢神経系を構成する機関集合体の一つ。講義には、中脳、塩髄、端に肝脳を含む部位。脳技には、中脳と塩髄と端のみを指す。また、肝脳を含まない脳技のくくりを海脳幹と呼ぶ。脳幹は、多種多様な神経核から構成されており、その機能も当然ながら多様であり、この小さな部分に、多数の生命維持機能を含む。 多数の脳神経が出入りし、多数の神経核が存在する。自律神経機能中枢が存在する。意識と覚醒に重要な神経回路があるとされる。毛様体の項を参照。脊髄から死傷へ上行する感覚神経路が存在する。上位中枢から脊髄に加工する運動神経路が存在する。姿勢反射の中枢である。 非侵襲的な頭部 MRI による評価法を中心に述べる。この評価法は神経変性疾患の診療に応用されている。脳幹の構造全面像中脳は、端と全脳の間に位置して、長さはおよそ2.5センチメートルである。両側の側頭葉の間に存在し、大脳外表からは見えない。市場段では、中脳は中脳水道によって2つの部位に分かれて見える。 中脳水道より、肺側の部分は上、丘と下級からなる部位であるが、鍋の蓋のように見えることから中脳外と呼ばれる。中脳水道より、腹側の部分は、鍋の胴体で蓋をされる部分であることから中脳、皮蓋と呼ぶ。この中脳皮蓋には、黒質や腹側皮蓋やといったドパミンの経路に、重要な領域が含まれている。進行性格上性麻痺では、 中脳皮蓋が萎縮する結果、ハミングバードサインが出現する。中脳外、中脳皮蓋、大脳足の三部くらいに分けて外接する。ヤギシたらの方法では、小中市場断造で、中脳水道の腹足と配足の前後計を上、丘と下級の間の高さで計測して便宜上それを、中脳皮蓋と中脳市骸の前後計とする。中脳外、中脳外は、中脳水道の背側部分で、 左右一体の上丘、下級の四球体からなる。上丘は、下級よりも扁平で消化体の下方に位置する。上丘は、シフタとも呼ばれ四角反射に関与する。施策外側室状態帯状丘腕を経て、四角繊維の一部を受け、残りは、皮質四角や、脊髄子が色から受ける。上、丘からは、シフタ円髄色とシフタ脊髄色が下行し、四角、 聴覚刺激に対する頭部頸部の運動に関与する。上丘の前方が磨い前のである。下級は、聴覚反射に関与し、外側毛体マイナス内側室状態下級腕を、経て、側頭腰聴覚や、脊髄紫外色からの一部の繊維が入る。中脳皮蓋中脳皮蓋は、大脳足と中脳外の間に位置して、大脳足とは、黒質で境界される。赤角。 動眼神経核、滑射神経核、視床過核、皮膚タ核、毛様体核、三叉神経中脳路核、七角核を含む。赤核は、小脳子上核とともに、鉄眼有量が多いため、T2Y で低信号を示す。下方では、端毛様体に連続する。毛体繊維、内側、肺側重足が、皮膚下を通過する。大脳脚大脳足は、 端上縁から上前外側に成虫を挟んで V 字状の丸みを帯びた中状構造である。ほぼ全体が下行繊維で構成されている。両側の大脳足の間が足管下で足管下底部のご有効室で多数の線通動脈が貫通する。足管下からは動眼神経が前方へ向かう。大脳足の前から外側を後内動脈と上昇脳動脈が走行する。 下級の下べりから脳幹を出た滑車神経が大脳足の外側下へを前方に向かい走行する。橋は中脳と延髄の間で小脳の前方に位置する。左右の三叉神経が脳幹から出る間の部分が橋でその外側が中小脳足である。隆起した橋腹側部成中の未曾の底動脈が上行する。背面は第四脳室底の上半部を形成する。 橋は、底部と橋被害部に内側毛体によって境界される。MRI では、内側毛体が T1Y で低信号、T2Y で高信号で示される。正常では、橋底部、被害部は3.5、1である。橋底部に萎縮がある場合には正常の膨らみが消失する。橋底部の最大正常前後径は15から1 7ト、mm、ルで1 4ト、mm、ル以下の。 場合は、端底部萎縮を疑う。端ひふたの正常前後径は、約4 5ト、mm、ルであり4 0ト、mm、ル以下の場合は、萎縮を考える。またヤギシタラの方法では、小中止上段像で端を上下にほぼ3等分し、その境界線上で前後径を計測し、それぞれを端上部と下部の前後径とした。これを、内側毛体の腹側と背側とに分け、 それぞれを底部と被害の前後形とした。端腹側部重層繊維と横層繊維が開発室の紹介である胸郭と混在する。内部に胸郭が介在する端繊維の間を水体炉が等速方向に走行する。重層繊維は皮質脊髄炉と皮質強炉からなり、水体炉はいくつかの言葉となって分散して走行する。皮質強炉の神経繊維は 胸核細胞とシナプス結合する。胸核細胞の軸索は成虫を交差して、横走し、集合して、中小脳足を構成し大脳強小脳結合が形成される。端肺側部外転神経核、顔面神経核、下牛神経核及び大形体核と、前提神経,神経核、三叉神経運動核、中脳六核、出軸核のそれぞれ一部、大形体。 中脳や延髄と連絡する、毛様体がある。端皮蓋は、髪型の中脳皮蓋、下方の延髄皮蓋に移行する。延髄と脊髄との境界は、衰退交差の下場、端との境界は、端延髄交である。延髄には、前面の前小中列、舌下神経根が出る前、外側溝、絶因神経、瞑想神経、副神経根の出る後、外側溝があり全部。 外側部、後部に分けられる。また、小中方線より左右に分けられる。全部は、衰退で構成される。外側部は、髪型は、オリーブ、下方は、脊髄側作騎士部からなる。後部は、第四の湿地停止も半部と脊髄後作騎士部から、構成される。衰退配側には、開白室が、波板状の U 字型を示す。下オリーブ角があり。 内側の開口部から多数の神経繊維が出て、交差部に体側の小脳足に入る。小中方正の両側に内側毛体、シフタ脊髄路、内側重足がある。第四脳出底下半部直下には両側に舌下神経核、迷走神経肺側核、前提神経核がある。深部には毛様体、小束と小束核、偽核、 三叉神経脊髄炉と脊髄炉各、脊髄紫外炉、全脊髄小脳炉、五脊髄小脳炉、外側脊髄子小炉があり、円髄の後外側部には下小脳足がある。ヤギシタラの方法では、小中四上段で上下の中央の高さで前後径を計測している。脊髄の第三頸椎レベルでの頸髄前後径は正常で8.3プラスマイナス0.8ミ、mm、リメートルとされている。 五ズ外科の後部を広く占める小脳は、両側半球とそれを中央で結合する無支部からなる。三体の小脳足によって、脳幹と結合している。小脳階、小脳列は水平方向に走るため横断像では評価しにくい。無支部皮質の評価には、小中四上断像、半球皮質の評価には四断、四上段、冠状段が適している。 小脳列が2.5から3 5ト、mm、ル以上で、萎縮ありと判断する。中小脳足の萎縮は、大断像では中小脳足の厚みの減少。小脳胸角層の解段、第四脳室は速報拡大で示される。正常例では、下部胸レベルでの、第四脳室の最大左右径は2 0ト、mm、ルほどと、される。また、T1Y の環状断造で第四脳室底を含む。 脳幹肺側縁に平行な断面にて正常の中小の足は場外放突のなだらかな曲線を描くが萎縮がある場合はその膨らみは消失し高度になるとダイヤ型、トゲ状を呈する。小脳縁神経の萎縮に伴う変化としては第4脳質の拡大が報告されている。下部教レベルでは市場角の萎縮により前後に上部教レベルでは上昇脳味の萎縮により 速報に拡大する。小中四条断像では、第四脳室の正常最大前後計1 3ト、mm、ルで、あり1 4ト、mm、ル以上で拡大とされている。環状断像は、第四脳室底から背側5ト、mm、ルの断面で、正常な第四脳室が二等辺三角形に見える。底部には、小脳小節小脳辺頭が髪型に突出し、側壁は、 直線上に示すが、微速には、四場角による内側への小突起を認める。四場角、上昇の足に萎縮があると、側壁微速の内側突起が不明瞭となり、側壁は外髪型に合流して、釣り金状となる。ヤギシタラの方法では、第4脳室は、小中四場断造で、災害前後計を計測し、これを前後計とした。水平断造で、 橋中央部レベルにおける最大 OK を計測し、これを OK とした。人の場合で説明する。脳幹及び小脳は椎骨動脈系で栄養される。椎骨動脈は全脊髄動脈と高下小脳動脈を分子した後、左右が合流して脳底動脈となる。脳底動脈は基本的に橋腹側部の脳底孔に沿って上行し、中脳の足管下で 左右の五大脳脳脈に分子する。脳底動脈からの使用分子は前、下小脳動脈と上小脳動脈であるが、他に端動脈という先中枝も分子している。端動脈には防生中動脈、単回線動脈、超回線動脈の三群が知られている。特徴ある、症候群を以下にまとめる。また、病相側、病相反対側で症状に差がない場合もある。 以下のような症候群も知られている。ありがとうございます。